お花紙で竹を作りましょう。緑のお花紙を4等分して、そのうちの3枚を使います。その3枚をつるつるした方が表になるように重ね、半分に折ります。輪になっている方がとんがるように三角に、そしてもう一度三角に細長く折ります。これを折り目が取れないように気をつけて3つに分けます。最後の折り目と紙の端が交差しているところを親指で押さえます。お花紙で親指を包み、最後に包んだのと同じ方向に1回ねじります。水のりをつけて折り込めば葉っぱが1枚出来上がりました。残り戸2枚も同じようにして作ります。真ん中の葉っぱの両端に軽くのりをつけて、残りの2枚と重ねて形を整えます。同じようにして必要な枚数だけ作ります。青竹の部分を作るには、4等分したお花紙をさらに4つに折ります。これと同じものをいくつか作り、節に見えるように少しずつ間を空けておいたら、先ほど作っておいた葉っぱを周りに並べます。梅や松と飾れば、ぐっとお正月らしくなります。青竹の部分がなくても竹を表しますので、いろいろなものと組み合わせて飾り方を工夫してみてください。